遠藤選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。遠藤選手にファンの方からメッセージが届いていまして、遠藤選手大ファンです。ありがとうございます。はい、お聞きしたい。そうですね、今はとりあえずなんか伸ばしてるんですけど、髪の毛を。はい、はい、まああんまりいけないっていうのもあるんですけど、プレー中にバサバサ動くのがあんま好きじゃないので、はい、シーズンに入ったら多分七三だと思うんですけど、ヒゲはまあ汚らしかったので今までなので、まあ、もうちょっとなんか短めにしようかなと思ってますけど、僕納豆好きなんですけど、納豆、はい、はい、で納豆を食べると絶対あの糸が引っかかって一日中臭いんですよね。納豆食べるにはヒゲ伸ばせないなっていう。なんか食べ方をちょっと工夫してみればつかないんじゃないですか多分そうだと思いますけど、まあでも、うん、まあなんか、まあ、昨シーズンは伸ばすのがブームだったんですけど、パーマかけたりとか、はい、うんうん、なんですけども、もういいかなっていう。今までインスタグラムを鍵つけてやってたんですけど、はい、先週ぐらいに鍵つけないで、はい、新しいアカウントで始めました。6年前ぐらいですかね。まあ僕自身が結構、まあ写真自体が家族の写真がほぼなんで、まあ、熊谷選手に送ってもらうしか、なんかその面白い写真ってないので、彼次第ですね。彼が送ってくれ次第。自粛中にハマったのはイテウォンクラスっていうネットフリックスのドラマがあるんですけど、それにハマりました。もしかしてパクセロイさんが出てくるそうです、パクセロイが出てくるやつです。じゃあ尊敬する人物のところにパクセロイさんっていうのをちょっと追加していただいて、はい、それだけ。岡本太郎とパクセロイということで、はい、終わりたいと思います。はい、いや、ほぼ会うこともなかったんで、その共有とかはしてないんですけど、まあずっと、まあシーズン中ずっと一緒にいるっていうのもあるし、多分考えることは多分一緒なんじゃないですかねそうですね、ブレックスみんな見てると思います。いや、まあ自分としても嬉しいですし、こんなに、まあ、田渕さんの次に長くブレックスにいると思うんで、また入れて、ブレックスに入れて本当に嬉しく思ってます。まあ、出身千葉なんですけど、千葉での記憶ほとんどないんでなんかやっぱ車とかも持ってないし、なんかいろんなとこ行ったりもできないんで、高校生までだと、なんであんま思い出がないっていうので、まあ栃木の方が、まあいろんなとこ行った思い出もあるし、まあ今シーズンで何人いるんだか自分でもよくわかんないですけど、そうですね、やっぱり第二の故郷みたいな感じで思ってます。そうですね、まあバスケット選手として、まあ、ブレックスに入ってなかったら今の自分のポジションに入れるのかなって思うと、多分そうじゃなかったと思うんで、まあ、本当に今の自分があるのはブレックスに入ったからだと思うんで、本当にブレックスには本当に感謝してますね。県庁からの、道路っていうんですかね、に、はい、あんなに人がいるっていうのが、まあ、初めての光景だし、うん、前やって自分たちに温かい声をかけてくれるっていうのもすごい嬉しかったですし、まあ、でもまあなんかもうちょいトラックっていうんですかね、バスが、うん、もうちょいゆっくり走ってくれればよかったなと思いますけどなんかあっという間に終わっちゃったんで、もっとなんかもっと感じたかったなっていう、ファンの皆さんの声とかを。激戦区にはなると思うんですけど、はい、まあ、だけど、まあ、ブレックスらしさっていうのを忘れずに、まあ、一戦一戦大事にして、うん、まあ、個人としてはもっと昨シーズンよりもレベルアップして、まず怪我のないように、まあ過ごせるような準備っていうのを今したいな、しっかりしたいなと思います。オフシーズンにやることってすごい多いので、体作りだったり、なんか昨シーズンできなかったことを見つめ直したりとか、はい、まあ、そういういい時期なので、うん、まあ、自分もここを有効活用してまたレベルアップできるように、まあ、しっかり準備したいなと思います。はい、選手との2022、2021シーズンの、はい、
ェース契約が合意しました。また自由交渉リストに公示された背番号24番、ジェフも長いな、選手は B2 山形ワイバンズへ移籍することが決定しました。次に新グッズのお知らせです。5月30日土曜日から公式オンラインショップ、この時期なんか誰かがいなくなるのとか寂しいんだよな。ブレックスオリジナルの載せています。インスタグラムどんなの載せたらブレックスインフォメーションでした。いいんだろうな。遠藤選手、はい、今何かつぶやいていらっしゃいました。いやいやいやなんか動画撮ってもらってるんでそれに語りかけてました。こちらの動画はどんな風にしたら見られるんですか。いや、わかんないです。YouTube かなんかで。ぜひ、ブレックスの公式 YouTube チャンネルをぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。では、はい。今、だんだんやれることも多くなってきたと思うんですけど、はい。まあ、まだ全然油断できないと思うので、皆さんまだ気を引き締めて生活して、また笑顔で会える日を楽しみにします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、GO!GO! ブレックスでした。GO! ブレックス。全部聞こえてたのかな。もしもし。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、失礼します。失礼します。